絆結び跳ねる気持ち、君は私の天命。キラリ瞳輝いて、エプロン着てせわしなく、君の笑顔と優しさを最後です。召し上がったら感想を教えてください。ああ、リタの手作りアイスクリーム。私、あと、もうダメ。では、3つのアイスクリームの中でチョコシロップの分量が一番良かったのはどれでしょうか？どれも美味しかったけど。一番完璧なものは、どれでしょうか？近いよ、リタ。前回、私も試食係をしましたが、その理由は分量です。食材にとって最高の分量を割り出すことにより、料理は完璧になります。リタさんの料理は完璧です。それに相手に自分の気持ちが伝われば、分量も味も関係なしに美味しいと思います。むしろその方が大事だと思います。ところで、これは？忘れるところでした。フカ様の感想を参考に、皆様に晩御飯を作ります。どの料理も試食の時より手が込んでいます。ありがとう。あと、こちらをテレサ様にお渡しください。ほんまだ。これらの料理も全部分量を調整したのでしょうか？リタさんはどうして完璧にこだわるのでしょう？わからないわ。じゃあね。お気をつけて。またいらしてくださいね。いい写真ですね。一行だけ。ビアンカ様らしいですね。ダークチョコレート 170g、 無塩バター 110g、 やはりこの分量が一番いいですね。チョコレートとバターを温めて溶け合うまで混ぜます。別の容器に卵2つと粉砂糖を入れ、体積が倍になるようクリームを仕上げます。風味を足すためにラム酒を少し入れて、アーモンドミールをかけます。チョコレートソースをクリームに入れます。混ぜた生地を30分冷やしてから焼きます。オーブンを220度に予熱。まだ時間がありますし、少し片付けましょうか。戻りました。お帰りなさい、デュランダル様。今日の晩ご飯は？ローストビーフ、マグロ、ブロッコリー、アスパラガス、キドニービーンズ、トウモロコシとファルファーレです。合計 652.7kcal。 糖質、タンパク質と野菜の比率は1対1対2です。チョコの匂いがします。チョコレートケーキを作りました。いかがでしょうか？結構です。しばらく食事量を控えようと思います。
かしこまりました。デュランダル様、フォンダンショコラ。やはりいただきます。熱いうちに食べないとチョコが固まって口どけが悪くなります。かしこまりました。ジムを2時間増やさないといけませんね。はい、お付き合いいたします。今日の晩ご飯も完璧でした。ありがとうございます、リタ。どういたしまして、ディランダル様。大事なのは相手に気持ちを伝えること。メイさんの意見に同意します、リタ。私にとって、はい、デュランダル様、完璧こそが私の気持ちなのです。指切りした午後5時、あなたの目光る星、風なで